有吉弘行サンデーナイトドリーム、私が有吉弘行でございます。2024年11月3日日曜日生放送でございます。文化の日で休みですかね、今日はね。はい、アシスタント変わります。引き続きアルコ&ピース酒井と、グリーンピース牧野です。グリーンピース牧野さん、はい、はい、無名ですけどもね。あ、すいません、全くの無名ですけど無名ですけども、来させていただきましたね。はい、やってきてくださいました。はい、チャレンジ枠というと長いな、チャレンジ枠、はい、よろしくお願いします。結構長いことやってますよ、ね。千葉県ですね。はい、千葉県市川市からやってまいりましたね。はい、車に乗ってらっしゃいますね。はい、車に乗っております。何でしたっけね。はい、担当でございます。はい、市川担当。市川担当師匠ってね、市川担当という落語家でも活躍されております。あ、落語の方はしてないんですけども、ね、白い半袖 T シャツ。はい、市川の方はまだまだそうですね、あったかいので、あちらの方は、こっちの方だとちょっと冷えますけど、いやいや変わんないよ。いい加減しろ。すいません。この二人で、やってまいりたいと思います。まあオープニングの話題はやっぱりこれでしょうね。うん、まあ大谷選手ドジャースのね、はい、マジすごい。シリーズ制覇の裏で、裏でジャイアンツの元木さんがね、ね、大谷さんの愛車を勝手に写真に撮って、はい、インスタに載せて、なんちゅうこと、まあ。優勝の瞬間ね、はい、フジテレビ、はい、元木さんがインタビューさせてくれって言ってたんですけど、はい、大谷さん、フジテレビ来る元木を見て、すごい嫌な顔して、ダメだな。すごい顔してた。拒絶と。拒絶してたな。まあ、まあ、そりゃそうだよ。確かに。だってそもそもさ、ね、フジテレビがさ、大谷の買った家をさ、はい、勝手にその、はい、ね、突撃して、ね、まあ、映して、はい、こういう家ですって紹介してさ、はい、まずあれがまず激烈に悪趣味じゃん。よ、うん、くないですね、あれは。はい。それで、ちょっとフジテレビと大谷関係ちょっと悪くなって、はい、大丈夫なんかなと思ったけど、うん、ああやってフジテレビ独占放送で ね、はい、運よく掴んできたんでしょうけど、うん、はい、そしたらあのざまですまた元木さんが大谷のおだって元木さんもさどう思ったんだろうね。確かに。うわ、確かに大谷の車じゃん。イエーイ、なんかイエーイ、インスタにあげようだってそれって普通の感覚じゃ絶対に、まあ、野球の後輩だからかな、どっかじゃないですか、そういうところなんかな、まあ後輩だからいじっても大丈夫だろうみたいな。それないとあれできないですよね。ないよな、はい、普通ないよな、はい、俺ちょっとやっぱり市川担当とか崖例えばここ半蔵門の駐車場に泊まっててさ、はい、やっぱちょっと俺これ市川担当の担当ですってさやっぱちょっとできないと思うよな俺そうですね。それはそうですね。はい。まあ、ましてや大谷。いや、そうっすよ、ね、選手。でも、酒井はやるだろ、大谷の車が。やんないっすよ、大谷の車が。家でやるわけないじゃないですか。さ、大谷の車これなんですよ。写真だけいいですか、写真はいいですからうわぁ、いやいや、やんないです、やんないです。やんないですよ、それは。いや、アップはしないよ。SNS にアップ。奥さんに見せるだけ。平子に見せるだけ。なんで平子に見せるためだけにちょっと大谷の写真、大谷の車の写真撮る？まあ、載せないならちょっと興味はなくはないですけど。いやでも内装も撮る？内装レンズベタッとつけて。ダメそんな絶対ダメです。絶対しない？しないです。やんない。それはダメですよ。元木さんじゃあどうしまったんだろう。そう言われる確かに。本当だよ。いや、まあ、もともとな、お調子の人だけど。まあ、そうですね。まあ、でもちょっと、巨人のコーチも、ヘッドコーチもやって、そうですね。なんかね、名ヘッドコーチだみたいな感じで、人望もあってみたいな、はいはい、そういうの経たから、ちょっと、あれと思ってたんだけど、やっぱりやってくれたね、元木さんは。ありがたいね。ありがたい。元木さんだったなっていう、元木さんは元木さんだっていう、それは安心感はあるよね。なるほど。どうなってんだよ。Release all that stress with our variety program. Saturday night.
こんばんは。太田プロの真珠、広島軍団怪談師軍人ロックスター第74回75回 NHK 紅白歌合戦司会、有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFA のスタジオから生放送、サンデーナイトドリーム、アシスタント改めて、はい、アルコ&ピース酒井とグリーンピース牧野です。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあワールドシリーズね、強かったね。めっちゃすごかったですね。マジすごいっすよ。なんか優勝した後ちょっと俺フラッとしてたら、帽子、あのヤンキースの帽子だったからさ、ちょっと、はい、反骨にしたの。わかります。かぶれない、ね、かぶれないからちょっとなんかあえてみたいな何あえてみたいなあの時やっぱドジャースの帽子かぶった方が素直でいい感じがしますよね。そうですね。というわけで、有吉力サンデーネットドリーム、今夜も最後までお付けください。Stay Night Dreamer Live on air Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリームアシスタントは、はい、アルコ&ピースの酒井とグリーンピース牧野です。生放送メール募集しておきます。今日は文化の日、連休中日でございますね。明日振り返ってやつか、うん、秋らしいお天気にも恵まれ、人出がよく出ておりました。ということで、今夜メールテーマこちら、秋の話。あなたの身の回りの秋の話を送ってください。地元のカニが解禁になりますとかね、松茸小屋、夜虫の音響くようになりました、文化祭、秋の新そば食べました、文化の香りがするお便りお待ちしております。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。なるほど、はい。私が気に入ったメールにはパンという名のポイントを差し上げておりますということで、はい、けども、ハロウィンは渋谷も新宿もあんまりね、そうですね、今年もまた、はい、車が燃えるみたいなことはなかったですね。そうですね、はい、何年か前に、はい、なんか情報はあんまり入ってきてない外国の人が結構仮装して、そうですね、あの、なんか、え、みたいな、うん、え、みんな仮装してないのみたいな顔されてましたけどね。なんか渋谷とか新宿がハロウィン拒否をね、街ぐるみでしてたっていうことで、池袋が戦々恐々としてたみたいですけどね。あ、そうなんですね。うちに来るんじゃないかみたいな。だけど大した騒ぎになってんそうですね、よかった。そういうことか。どっかなんかね、受け入れてあげますよっていう、そうですね、あってもいいですよね。やってよ川崎。川崎は昔やってたんですけどね、うん、川ハロ。あ、そう、川ハロっていうの、めっちゃ有名でした。結構どうしたんだろうね。コロナがあって、 あの頃にもうやめちゃったっていう話ですけど、やめちゃったっていうパターンか、はいはい、結構歴史あったんですけどね。あ、七夕とかもね、あれ平塚か、あれ平塚ですね。いや、市川はどう、市川受け入れてくれよ。ぜひとも来てほしいですね。本当盛り上げてほしいです、市川を。行くのめんどくないですか。いや、めんどくないですよ、本当近いですから、ね、なんかのついでに行けないからな。もうそれもうめがけて、やっぱり昼は買い物して観光して夜仮装行きましょうならいいけどな。市川の場合よっしっていう、そんな遠くない。いやそんな遠くじゃないです、本当に近くなんで、ぜひとも、はい、本当に小岩の近くなんで、小岩ぐらいまで。小岩じゃちょっと治安が悪すぎてできないからな。そうかもしれないですね。で、市川まで、どうせ市川の方だな、はい、どっかね、受け入れてくれるところがあれば面白くなるんだけどね、はい、うん、だけどやっぱりこれ田舎でやりますって盛り上がんないんだよね、やっぱ街でやってんのがいいんだよな、だから難しいところですよね。まあまあ何事もなくという感じですかね。まあ安心しましたけれども、あとは何ですか、何かありますか、気になったのは。まあ元木さんぐらいですか。いや、元木さんもね、ありましたけど。そうですね、元木さんもありましたし、何かあります、酒井さん的には気になるもありましたか。どうですか、この富士新人アナいじる動画賛否っていうのね。あ、なんか話題になってますよね。話題になってるね。新人のあの男の賛否って言われたらもう参加しないことにしてるわ。なるほど。もうどっちかじゃないと。どっちかでもう、あの、逆張りするだけ。なるほど。どっちか全員賛の場合は木で逆張りするけどね。賛否の場合はどっちにも乗らないって決めてますけど。秋ね、秋めいたことありますか、なんか。今日、
知り合いの方が真っ先いただいて、あら、もうラッキーですね。一番嬉しいですね。いいっすね。秋の味覚的なものもらったりとか、逆にこっちもあげたりとか、多少大人の付き合いもありますんで、私もすごい大人だな。嬉しい、ね、大人ですね。それは本当に。どうですか、そういう秋はなんか文化的なことやってるとか。いや、市川なんで、梨が、梨、あ、そっか、梨だろうね。市川梨が有名なんで。市川の梨ってたまに見るね、スーパーで、ね、はい、うまい、有名なんで、やっぱり多分市川市と船橋が一番多分生産量が多くて有名なんで、あっちの方の俺ドラクエウォークとかやってる時にさ、結構市川まで来てたんですか、市川とかさ、あと正解は1年後で、はいはい、鎌ヶ谷の方の、はいはいはい、鎌ヶ谷、はいはい、牛丼屋取らなきゃいけなかったからさ自分一人で行った時とかさ、あの辺ちょろちょろしてるともう梨とかさ、うん、はい、梨、そうです、はい、あるね、農園で売ってるね、はい、そうです、梨直売とか、はい、すごいな、その辺に梨農園がたくさんあるよね、たくさん、それでこの時期はすごく盛り上がってますね、はい、あれなんかすごいなと思う。なんか梨って俺子供の時じいさんが兵庫県のじいさんが毎年箱で送ってきてくれてて、うん、それがもう大好きだったけど、20世紀梨だったね、知ってる、20世紀梨って、はい、わかります一時期、はい、すごく人気、今さでもさ町スーパーとか行ってさ、はい、20世紀梨探してもないね、ないですね、香水とか、香水やね、あとにっこり梨とかさ、なんかあるの、確か見ないっすね、20世紀ってあんま見ないね、20世紀梨は確か地域が確か関東じゃなかったような、俺だから兵庫だからやっぱり関西の方なんですね、多分、はい、あ、じゃああっちの方にはあるんかもしれない、はい、そうですね、こっちにはないのかもしれないですね、はい、あ、鳥取とか ね、鳥取ね、鳥取なんですね、あ、鳥なんですね、20世紀梨が好きだった梨、果物好きですか、なんか毎年こんな話してるけど、いや好きっすよ、何が好きですか、大好きです、桃とかうまいっすよ、やっぱ桃、毎回桃っていうな、桃マジでうまいっすよ、お前さ、何すか、毎回桃っていうな、桃うまい、桃なんてさケチのつけようがないじゃん、いやいや、いいじゃん、ケチつけようがないってだけどさ、いや、まあ一個あるよ、お前なんてさ、はい、母ちゃんか奥さんが全部剥いて出してくれてるだろう、まあまあそうっすね、確かに、はい、桃自分で剥けないぞ、まあ、そうですね、確かに、はっきり言って、はっきり言ってそうですね、あれちょっとまあ湯むきみたいな パターンあるけど、はいはいはい、ネットみたいなのでブーってやるのは、はい、だけどちょっと普通に桃はい、じゃあ酒井桃切ってやったらどうする、どうすんの、アボカドみたいにやっちゃう可能性ありますね、だからグーッと合ってる真ん中でっけえ種あるから、種に包丁ガッと当てて、それ周りぐるに沿わせて、ガッと回して、もう真ん中ぐじゅっとなる。それ皮どうすんの？皮もあれ剥けないよ。スプーンでほじくって。じゃあそのぐじゅっとした状態から剥くの？か、もうスプーンでほじくって。いやいやいや、アボカドの食べ方。そんなのさ、絶対見た目悪いじゃん。一人出せないじゃんそんな桃。そうっすね。皮むけだってお前人生でさ、はい、皮ついた桃をさスプーンで食べてくださいって出されたことないだろう。ないです、あれだけ皮むくの結構めんどくさいのよ、か手でむいたりさ、ね、結構包丁でむけないからなかなか身を剥がしちゃうから、確かにそういう意味では桃は弱いよ、そっか、そうだ、そういう弱点はあるよ、まだそうですね、うん、マギのどう、ブドウですね、ブドウはだって幅広いからね、ブドウってただ言うやつは脳なしだと思う、ね、いやちょっと待ってください、まずなんで脳なし、シュール皮らのないのかあるのか、種があるのかないのか、結局シャインマスカットなのか、もうシャインマスカットはもう飽きたからこっちなのかってあるだろうよ、はい、はいはい、種がある、うん、お手頃なブドウですね。スーパーに売ってる、まあ、いわゆるブドウの色したやつね。そうです。ブドウの色をした。巨峰系の。巨峰系の。あれデラウェアじゃなくて。デラウェアではないです。じゃないんだ。ちっちゃいやつ。俺デラウェア好きなのよ。デラウェアは重いですね。ちっちゃいやつ。あとはもうシャインマスカットになっちゃう。シャインマスカット何が嫌なの？いや値段が。だけどだいぶ下がってきた。下がってきましたね、はい。だからたまに買うんですけど、やっぱり安いのいっちゃいますね。なんだかんだ言いながら。生活がな。生活がというか、はい、他のものにお金を使うっていう感じですね。なかなか難しいですよね。きっと忘れてた俺、お前の存在。はい、
送ってやればよかったわ。ぜひともお願いします。果物全般高いんです本当に。そうだよな、はい、いやお前の存在って俺の中からさ消えるんだよな。いや分かりますけど言葉にして言わないでくださいよ。直で言われるとすごい、はい、そうだよな、はい、そうなんですよ。だからさいつもさこうサイン出してくれよ果物。いやもう恥ずかしいだろうけど、はい、あれさちょっと子供のためにちょっと果物送ってくださいとか。なるほど。一言言ってくれると俺もやっぱ鬼じゃないからさ。それはまあ、まあちょっとあの人とあの人に、まあ、送るついでに牧野にでも送ってやろうかってなるじゃない。はいはいはい、で消えるんだよなお前の存在が。いや言わないでくださいそれ。いや言おう絶対。子供のために果物欲しいです本当に。言ってくれよそうか、はい、言います。こう俺だってもらう時もあるしね。そうですよね。もうたまたま重なる時あるのよ、はい、うわちょっとこれフルーツもらいすぎちゃってこれまあもったいないなどうしようかなみたいな。誰か食べるみたいな。あそうめちゃめちゃちょうどいいです。マンションの知り合いの人にあげたりするもん。あ それだったら僕に、はい、だからまた注意あげるわ。ぜひともお願いします。ブドウね。シャインマスカットでは好きなら好きなのね。あもちろん好きです。うまいっすよ、はい、食べれないだけです。生梨かな。秋は思いつくのはやっぱ梨は美味しいですね、はい、梨うまい。栗栗どう。栗さ、はい、いやモンブランとかね、はい、栗マロンケーキとかさ、はい、あれになると美味しいんだけどさ、栗時代どう。栗甘栗甘栗太郎もう完全なる栗。あんまなんですか選ん好んで食べないっていうかあれは食うけどぐらいの感じです。でもあって、はい、食ったら、はい、おおやっぱ栗うまいなってなる。確かにまた買おうとか自分で買って食べようとかって確かに。まあ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 、まあ、栗って、ねはい、そうっすよね、まあ、美味しいですけどね。おいめっちゃ美味しいんだけどね、はい、お前な、はい、サルカリ合戦みたいになるぞ。そんな栗のこと悪く言って。好きな人は好きですけど好きな人は好きですけど僕は言ってました今そこまでなのかなって。あそう、はい、でも美味しい栗はあるけどね。美味しい栗はね結構粒でかくてね、はい、あれうまいよ。いやうまいですよ。だ自分で売るもめんどくさいなあれ栗もな。そうですね。あ分かんないですね栗。そのまま渡されても 栗さトゲトゲのまんまさ。はい酒井さんこれ丹波の京都丹波の一番いいやつですからってめっちゃ困るわそれ。またさどうする。まず一旦レンジ入れた方がいいのかな。そのまんま穴入れて。それお前サルカニガスや。飛び出てくるぞ。全然知れてんだ。結構栗拾いなんてね。あーブーツかかとでね。あかかとで踏んで踏んでバーってめくって、はいはいはい、ガキの頃なんて結構あったけどね栗の木がね普通にね。まあ中学生ぐらいからになったら精子の匂いが栗の木のね栗の花の匂いだとかいうのがあったのもう その卑猥な会話しかしなくても栗の木に近づかなかった、ね、恥ずかしくてね。なんか自分の匂い嗅がれてるような恥ずかしかったんでなかなか近づきませんでしたけども、そんなところですか、ね、特にまあ11月なんで何回あるんですか。4回ですか。4回ですね、はい、4回やったらもう12月。もう12月ですね。やばいね、はい、どうすんの秋の。そうっすね。あ今日でも営業さ、はい、あれだね営業でパンクブブが手抜いてるっていう なんか あれが出ての、はい、なんか1件か何件か知らないけど、はいはい、それでなんか大騒ぎになってあの人は逆に良かったとかさなんか、ね、そういう話ばっかりだったけど。営業なんて手抜くんだろお前ら。当然一回も抜いたことないですよ M1 に比べりゃ。いやいや一回も抜いたことないですよ。ないですよ。ないですよね僕らは。はい、そうなの、はい、めちゃくちゃやりますよちゃんと、はい、そうなんだ、はい、なんか営業手抜きそうな顔してるけど。いや牧野はそんなことない。僕らも大事な仕事の一つじゃないです。いやでもやり慣れてて鼻パスタやり慣れててもうなんかちょっと誰でますよなんか。いやそんなことないです。流れでやってますよこれ。流れじゃないですか。じゃあグリーンピースも手抜いてます。手抜いてないですし、それ言ったところでどうにもならないです。僕が手抜いてるだろうかと。悲しいよ。スネイナイトドリーマーライブオンエア。
まあ秋の話をねいろいろお伺いしておりますけども、小島瑠璃央さん、市川には大型ショッピングセンターのコルトンプラザがあるので、はい、ハロウィンやるにはいい場所なんじゃないでしょうか。ああそうですね、はい、あります。コルトンプラザ内でやるってこと？これでかいってこと？庭とか大きいです。あの中庭もありますし、多分、はい、あの辺で一番大きい、いわゆるあのもう何でもあるやつだろ。そうです、ショッピングモールです。ユニクロからもう何から、はい、全部あります。赤ちゃん本舗、はい、でもみんな、まあ、言っちゃえばどこにでもあるやつね。いやそういう言い方はあれですけど、はい、まあまあそういうやつですね、まあ、何でもある。南砂町にいやいや、まあそうですけど市川、ね、いろんなものは揃うんでみんなやっぱり、ね、はい、行くっていう感じです。わかります、はい、そこね。まあ、そう言っちゃうとどこでもいいもんな。じゃあ豊洲でいいじゃん。そうですね、はい、そうですね、できますね。なあ豊洲だっていいんじゃない。でもあいいかもしれないですね。結構ね、はい、公園広いし。おなるほど。ところ公園じゃ嫌なんかな、やっぱり街でやりたいんじゃない。そうですね、そうか。ああやっぱり渋谷がいいんじゃない。やっぱり代々木公園でやんないもんね、みんな。まあそうか、そうですね、街でやります。街でやりたい。だから街をやっぱりちょっと解放してあげれるようなところじゃないとダメなんじゃない。ちょっと栄えてる方がいいですよね。そうですね、渋谷的な。どうかない？どうだろうな。どこかでやらせてやりたいけど、六本木やらせてくんないんだな、あれな。おあの辺がダメなんですね。この辺ダメなんだもんな、多分な、ね、もうあの辺は。もう一人来てほしくないっていうパターンだもんな。だからちょっとやっぱりどうがいいかな。でもみんな東京来たいからね。そうですね。いやそうなんですけど、まあでも駅前はね栄えてますし、飲み屋さんもいっぱいあります。お前ん家の方はどうなの？僕ん家の方は畑とか。逆にあるけどね、畑でゾンビゾンビ祭り、ゾンビ祭りなんですか？本来そういうもんですからね。ハロウィン。ジョーカー町 FM 福井。この時期になるとカキフライが期間限定メニューに加わってきますねと。ホットモットのカキフライ弁当に浜寿司のカキフライ包み、どちらも期間内に2回ずつは食いたいです。うーん、俺ちょっと生ガキは苦手な、広島出身なんですけど生ガキはちょっと苦手で、お寿司屋さんとかって苦手なもんありますか？すいません、カキがダメですはっきり言います、ね、強く言うんだけどカキフライは好きなんだ。あカキフライですね、うまい。カキフライ好き、本当に。カキフライはマジで好きです、本当に。カキフライとホタテの貝柱フライと、うん、エビフライと、とんかつ、唐揚げ、はい、ぐらいかな。があったらどうする？いや、え？どれ取ってもいいよって。とんかつ系伸びちゃいますけど。とんかつじゃん。とんかつ。いや、それとんかついきますって、その、いやいや、ラインナップは。飛ばすぐらいの、カキフライ好きでだじゃないんだ。いや、好きですけど、カキフライも好きですけど、とんかつ唐揚げまで来たら、ちょっと、3位、4位争いになっちゃうんです、カキフライ。めちゃくちゃ美味しいですけどね。言わないでよ。もう1位ですか？え？カキフライ。そうだ、そうだ、あれ違うんすか？話違うじゃんな。いや話や、その話作ったのでもあれは、はい、やっぱとんかつがピッチャーでカキフライがキャッチャーだよね。そうですね、だからやっぱりどっちもいないと思う。ああそうですね、うん、そう、そういうことですよね。やっぱとんかつの方に注目しちゃう、ね、そうですね、はい。オフィシャルヒゲダンディズムでセイムブルー。さあここからウッキーの皆様、改めまして第74回第75回 NHK 紅白歌合戦司会有吉弘行でございます。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー東京半蔵門から生放送です。はい、今月のアシスタントアルコ&ピース酒井とグリーンピース牧野です。はい、続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。2024年ヒット商品ベスト30。
日経トレンディが選ぶ2024年ヒット商品ベスト30が発表されました。1位は新ニーサ&オルカン投資。2024年1月に大幅、拡充されたニーサで全世界の株式に投資することで投資の安定成長を期待できる投資信託オルカンことeMAXIS Slim 全世界株式オールカントリーに投資初心者たちの資金が流入しましたということでございます、はい、なんか日立の全会社を読んで、読んだわけじゃないです、はい、日立NISA の話をしております。投資の話です。いやそうじゃないです、はい、この木なの木気になる気になる夢の知らない1位新NISA&オルカン投資。2位大谷翔平売れ。3位 V ポイント。4位リードルショットシリーズ。5位もういいよもういいよ。何なんだよすいません雰囲気に流されて読んじゃいました。はい、こんな感じになっております。はい、何ですかね。まあ1位でもはっきりと大谷翔平だと思うけどね。そう考えてもそうですね。もうだってワイドショーみたいなやつなんて、うん、全部大谷だったじゃん、はい、大谷と天気だろ今年のヒット。そうっすね、天気がヒット。いやでも猛暑だからさ、まあそうですね、天気はびっちりやっててさ、はい、大谷と天気で終わる時あったぜずっとうんうん、うん、でも確かに、はい、ありました、ね、ありました。夕方のニュースとかさ、うん、はい、いや大谷でしょどう考えても。そうですね、確かちょっとまあ日経なんで踏ん張ってニーサとしてるけどこれはもうみんな本当はいろんな子大谷だったと思うよ。そうですね、うん、はい、3位がやっぱ元木さんでしょう。いやそこにですってきたな元木さんのやっぱり下半期伸びたな、ね、今日ねすごかったね。車盗撮3位あとスイカゲームもやったね。でも確かにやりましたよ。うーん、とは何すか、なんか気になるのありますか皆さんは。うなぎのなるせとか。うなぎのなるせってあのニョロッのやつ。何多分なんか、最近流行ってるうなぎ屋さんだと思うんですけど、はいはい、なんか安くて。そうです、安いって書いてありますね。1600円価格設定、はい、専門店以上のコスパ。なんか結構そういう安くてみたいなのあるよね、はい、最近多いよね。 ありますね。あるね、うなぎをありますね。これはもうなんかうなぎあ安く食べれるんだみたいな感じで本当に嬉しい。結構調べました。あやっぱり安いが一番。まずはやっぱりそうですね。でその後本当にあの美味しいかみたいなところはありますけど、うなぎは今家族で一番の贅沢家族であなたの一番の贅沢。今日もういいことがめっちゃあもうすごい。もう子供誕生日と牧野の、はいはいはい、あのCM が決まったと奥さんがあの8万円拾った。もう最高の日。最高ですけど、そのはいはい。はでも、焼肉食べ放題です家族で。あそう。はい、あの牛角あ。牛角ね。牛角の食べ放題あるんですよ。それが手頃で、ね、近所にあるんで、うん、そこに。いくらあれ？大人が食べ放題2980円とか。はい。で。そこに飲み放題つけたりして、いいね。はい、うわで子供は無料なんで、あ、はい、何歳まで？あの小学生ぐらいまで無料なんで、あ、そうかそうか。子供が2人とも小学生以下なんで無料なんで、大人だけの値段で4人食べれる。なるほどね。楽しくて。最高じゃん。最高なんですよ。それはさ、はい、もっといい日よ。それはでもお前だからまあまあいい日じゃん。はい、はい。もっと頑張っていいんだ。もっと。東京出てきていいんだぞ。東京出てきていいんすか。東京か。代行代行出して代行出してくれるんすか。お酒飲めるじゃないですか。まずタントで来い。まずタントで東京で代行出してやるから。本当ですか。東京で。どうしよう。いろんなとこありますよ。Stay night dreamer live on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer. 引き続きニュースを。はい、続いてはこのニュース。お坊ちゃまくん、インドで新作を、制作。なんでだよ。
1986年から月刊コロコロコミックスで連載されていたお坊ちゃまくんがインドで新たなブームを巻き起こし、はい、テレビ朝日とソニーピクチャーズネットワークインディアがタッグを組み新作シリーズを共同制作することが決まりました。そうなんだ、はい、すごい流行ってんだ。じゃあもうお坊ちゃまくんがインドのお金持ちのことあれなんて言うんだっけ、忘れちゃったね、なんだっけ、言い方あるの、インドのお金持ちのことなんて言うんだっけあれね、すごい家が城が建ってるような、あもう全くわからないなったな。そうですね、こういうのが全く年取っちゃってインドの言い方ある王族みたいな、知らない、あなんか雰囲気はね、あるだろう、なんかありましたよね。全然高井さんに調べてもらう、高井さんが今一生懸命増えましたね、やっぱりこういうことを増えるいやね、本当に徹底的に増える、徹底的に増える、常にここに音声で AI 置いとかないと高井さんじゃもうポンコツすぎてさあれなんだっけ、インドの金持ちマハラジャ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 ね、マハラジャ、ムトゥ踊るマハラジャ、マハラジャみたいなことで笑えるんかな、おもちゃも、ああそういうことですねみたいな、なるほど、でもなんか日本っぽい、日本人っぽいインドっぽい感じじゃないんだね、もうこのまんまお坊ちゃま、日本のお坊ちゃまくんでやってんだね、表紙はそうですね、ね、仮面乗って、うん、お坊ちゃまくん1986年だから俺はまあ12歳だからまだコロコロ読んでたと思うからまあ、知ってるけどね、ちょっともうおいおいバカにするなよっていうくらいになってたけど、あ中学校前だから、はいはい、知ってる、アニメは見てましたね、うん、小学校のいじりチンポみたいなやつね、チンポってあったかな、そんなんですね、あったかな、いじりチンポ、いじりチンポなんだっけ、あったよね、なんかそんなギャグ、ね、ギャグは、ね、ギャグはそうですね、下ネタ系が多かったですけどね、はい、アナルイジリアナルイジリあります、それはないですねコロコロコミックスですもんね、だってコロコロコミックスだからじゃない、あったよ、なんかありましたよ、ね、うん、イジリ、おしるおしるこみたいな、おしるこありました、おしるこ、おしるこなかったっけ、どういうやつなんだろう、知らないよ、どういう、いやでもなんかあったでしょ、はい、そんなんかありましたよね、貧乏ちゃま、貧乏ちゃまね、はい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 、あの表だけ、はい、いい服着てて、はい、後ろは裸っていう貧乏ちゃま、はい、あれあんまり、あ見てない、まああの幼い頃にアニメでちょこっと見たぐらいです、ね、はい、俺もだからそう、このキャラがどういう名前でこれが誰でっていうのは、お坊ちゃまくんのフルネームももう言えないもんな、当時は言えたと思う、確かに、ほぼなんだと思う、なんですか、ほぼって言ってよ、ほぼですよ、ほぼほぼほぼちゃまうから、えマジでそうじゃなかった、おぼうちゃまおじゃない、確かそうだった気がするんですけど、そうかもしれない、ね、AI に聞いてみないとおぼちゃまくんの本名は何今ハゲたいやいやハゲ老眼 AI がハゲ老眼 AI がちょっと調べて仕事奪われちゃう仕事奪われちゃうよ、高井さん奪われちゃう AI ハゲ老眼今一生懸命調べたちょっと遅くないですかそんな感じ、もうちょっと早いですよ、ハゲローガン、おぼちゃま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 、やっぱり AI すごいなちょっと時間かかりますけどええ以上です、メールちょっとやっとこうかな、ラジオネームジョン・シカ・ボルタ、私の出身は千葉松戸ですが、20世紀梨は松戸市発祥です、そうなんだ、そうなんですね、ゴミ捨て場から見つけた13歳の少年松戸角之助が発見したとされています、どういうこと、今でも松戸市話が有名で小学校の授業でも梨の歴史について勉強します、1888年ぐらいに発見されて1904年鳥取に導入、そういうことなんですね、ゴミ捨て場に梨があったってことですか、梨があったよくわからんなこの話、ゴミ捨て場から見つけた13歳の少年松戸角之助が発見、
梨を梨を発見したんですかね。それはどっから来たんですか。そうですよね。そんなわけないですけどね。なんかちょっとよくわかんない。わかんない。1904年に鳥取に導入されたのはよくわかる。そうですね。それはわかります。はい。まずその20世紀梨はじゃあなんだよ、ポンとど根性大根みたいなもんなのかな。奇跡的に壁の隙間からグワッと生えてたから、その梨取ったらそれがいい梨だったってこと、ね、本当かね。ラジオにウニ丼はおやつ FM へ。実家の近所にいつも猫を抱きながらパジャマでうろうろしているおじさんいます。要注意人物として扱われていたおじさんが松茸狩り名人として地方紙に紹介されてからは町内会で英雄扱い。田舎の町内会はトピックがなさすぎて世界が狭いです。昨日あんまり普段行かないスーパーチラッと用事があって行って、うん、はい、魚屋さん行ったらめっちゃでかい声で、おいマグロのどれがうまいか知ってるか、うん、そう、めっちゃ魚屋の店長さんがなんかが奥さんに教えてんのかなと思ってさ、うん、普通に客がさ全てのおばさんに話してんの、おいこれマグロどれをうまいしてるみたいな、おばさん、あ、はい、みたいな、あれで、ね、筋がこれで、あれ全員で言って、うわ、俺の方迫ってきてる、やば怖い、うわやばと目が伏せちゃって、もうカツ久々にカツアゲでもされなかったぐらいの怖かったわ。あ、おじさんいるね。でもそのおじさんがでもひょっとしたら意外と意外な深海魚を発見する、ね、はい、町の賢者、はい、あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらっています。ラジオの三平、勃起不可避のドスケベボディ、長谷川京子さんがインスタにブラジャー姿のセクシーな写真を3枚も投稿してくださり、自身が手掛ける下着ブランド S バイの新商品を宣伝していました。 S バイで初めてノンワイヤーブラを作りました。ホールド感をキープしながら開放感を、さらには高揚感も忘れずに、つけてみないとわからない、お手に取ってもらえると嬉しいです。ノンワイヤースムースホールドブラ、カラーブラックグリーン、価格8580円。ありがとうございます。購入を考えているんですが170cm57kg、ちょっぴりハゲ始めて髪のセットが決まらなくなってきた40代男性がアウターとして着用する場合、ブラックとグリーンどちらがベターなんでしょうか。今のところ冠婚葬祭にも使えるブラックかなと思っていますが、グリーンのブラに真っ赤なパンティーを合わせてクリスマスの表参道を練り歩きたい気持ちもあります。まあちょっと気が早いですかね。決して安い買い物ではありませんし、とりあえずは自分で作ったワイヤー入りストロングホールドブリーフを履いて金玉をギュンギュンに締め上げたいと思います。またインスタにコメントしますね。余計なことするな。ワイヤー入りストロングホールドブリーフってこれでもブラジャーの話で思い出したけど、小島春菜があれだったね、なんか渋谷でなんかファンからファンな、はい、ファンって言っているのじゃないけど、おじさんになんか押し倒されてみたいな、ね、はい、怖いよな、あのな、怖いっすね。どうしたらいいの、い我々の仕事してると。いや本当っす、ね、何があるか分かんないですけど、うん、恨みを買うこともあるだろうしな、そうですね、困ったね、うん、まあ、とりあえずあげときます。ラジオレタスサンド栃木。最近ネット上で目にするワード、静かな退職の意味をなんとなく調べてみたところ、実際に退職をすることではなく、働きながらも出世を望まず仕事への熱意を持たず必要最低限の業務のみをこなす働き方のことを言うそうです。やいクズ野郎、静かな退職っていうからこっそり仕事を辞めたバックレ君かと思いきや、必要最低限の仕事はするんかい。こちとら無職で面接も落ちまくってるのにいいゴミ分だな。だったら俺は熱意を持って面接を頑張るのみ。言うなれば静かな退職の大義語、
うるさい就職だ。就職したら便器を舐めて掃除するし、全身の骨が砕けても仕事は休まねえ。パワッポどころかチンポもお手の物どうで、面接官さん、おいらのこと雇ってみねえかいというね。これ静かな退職っていう意味では酒井君もまあアルコ&ピース内では静かな退職のようなもんですもんね。いやいや全然違う、何事もなくこう全然違いますよ。波風立てないように立てないようにしてないですよ。全然必要最低限の業務を働きながら出世を望まず仕事への熱意を持つあるある、あるある、ありますよ。アルコ&ピース内の静かな退職といえば坂井健太さんでございます。マキノはね、太田プロ内では静かな退職。いやもうそうですね。太田プロ内ではまあでも太田プロ内で静かな退職してるとただ仕事が来ないだけというそうなんですよ。そうなんだよね。あればいいんですけどね、ないんですよね。難しいところでございますね、はい、ラジオネーム論より証拠の大ライス FM 長野。先日行われたプロ野球ドラフト会議、中日ドラゴンズが金丸夢と投手を4球団競合の末交渉権獲得。くじを引いた井上監督インタビューで、脱臼しました、ガッツポーズした瞬間に多分人生で一番大きなガッツポーズをしたと思います、金丸君一緒に夢叶えましょうと脱臼しながらも力強いメッセージを送っていました。去年は米を食べるのが禁止で令和の米騒動と呼ばれた中日ドラゴンズが今度は監督がガッツポーズで脱臼。いつからお笑い球団になったんだ。俺流の強いドラゴンズじゃないのか。球団史上初の3年連続最下位、これじゃファンは笑えないよ。米食って肩くっつけて頑張れ中日ドラゴンズ。ドラゴンズ番組に送ってくるような怒りがありましたけど、井上監督あれ脱臼しましたっていうの俺ギャグだと思ってたんだけど本当だったのかな。本当なんですかね。どうなんだろうね。うわーってやってました、ね、大丈夫ですか、脱臼しましたってシーンとしてました。どっちなんだろう、ギャグじゃないの。確かにどうでもいいですけど、この井上さんってさ現役の時からさ俺怖くてさ、う電波少年行ってる締谷さんっていう怖いディレクターがいて、その人に顔が似ててさ、あんな顔してた。そう、俺だから中日の井上対戦相手で見るたびに震えてた。締谷さんどうでもいいんですけど。以上です。Stay nightDreamer. Live on air. 有吉サンデーナイトドリーム1時間経過しようとしておりますけど、群馬のダモ福島 F 以前市川に行った時に何か観光スポットないかなと調べていたら、駅前にあるマンションが夜景スポットとしてかなり高評価だったので行きましたと、はいはい、45階が室内展望室、はい、46階が屋上の展望台になっていてすごい迫力でした、はい、何より無料でビビりました、入れるってこと。入れます、はい、マンションなのに。マンション、そうですね、それ用のエレベーターがあって、あ、はい、あの上まで上がって夜景を見れるっていう感じで結構有名です、はい、結構46階の屋上展望台とかいいよね。うん、そうですね、結構人気だと思います。そうなんだ、有名な観光スポット。いいことあったら行ったりするの。いやさすがに、はい、おそう、はい、行かないですね。大した夜景じゃないってこと。いや大した夜景っていうわけではないんですけど、まあまあいいでしょ。いいですけど、でも、まあ、1回行けば、嫌なことあったら行ったりしないの。嫌なことあってでも夜景行かない。エレベーター 長いんですよ、時間がブーって言って、結構長め、ゆっくりめの。そこでちょっとやっぱやられちゃう、その時間。嫌なことあってその時間でやられちゃうってはないですよ、夜景見る前に。行かない、はい、ラジオに野生の豚骨ラーメン FM サガ、牧野さん、白菜は野菜ですが結構甘いですよ、特に中心の方が甘いです。はい、果物が高くて買えない牧野さんでも白菜なら買えると思いますんで、ちょっと待ってください、お子さんにこれが果物ってやつだよって言って白菜あげてください。さすがに白菜はバレますよ、完全にもう安田さんの後継者。いやいや、ちょっと待ってください、いやちょっと待ってくださいって言われたんですよ。子供にほうれん草の汁を飲ませるという白菜のシーンを食べさせてるのか、サトウキビだよっっ白菜の芯をサトウキビだよっつって与えてんの。いや与えてないです、バレますよさすがに。奇妙も安いな。そうですか、
ラジオネーム少年 S 酒井さん、はい、カキフライ何個食べられますかっていう、ね、カキフライはでも150ですね。すごいね。すごいですね。確かに151は151あれっぽいと思います。油地域の方はねこの時間でお別れでございますけど、また来週も聞いてください。お相手有吉弘行とアルコ&ピース酒井とグリーンピース牧野でした。この後も聞ける方引き続きお付き合いください。お願いします。さあ2024年11月3日日曜日、時刻は夜9時です。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピース酒井とグリーンピース牧野です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマーでございます。赤ちゃんの名前ランキング2024発表されました、うん、男子は青、うん、女子は凛が1位でございますと、うん、青、レン、ナギ、ハルト、ミナト、アサヒ、ダン、ソラ、ユイト、リツ、リン、ヒマリ、スイ、メイ、ツブギ、アオイ、アン、ユイナ、ミオ、コトハ、はい、そうですね、はい、私が青という名前だったら人生違っただろうな。絶対青って呼ばれてるだろうな。そうですね、あ、まあそうですね、はい、青、青くんが、ね、俺の人生なんてひろゆきだからさ、ひろゆき呼ばわりされてやっぱりの人生だったよ。まあそうですね。自分の名前を道に吐き出して靴で蹴り飛ばしたこともあったね。いいな漫画表現。酒井はケン、ケンタはもう入んないですよ、ちょっと古い名前、ね、まあちょっとそうかもね。そうですね、はい、まあでも呼びなやすい名前ではある、ね、まあ、3文字は呼びやすいかもね。牧野、ね、は大輔です。うわ大輔です。大輔じゃないんだ。結構俺と一緒のところあるな。あーでもそうかもしれないですね。大輔って言われる、一発だと大輔って言われるがしは、はい、そういうところだと言われますね、役所と、はい、俺同姓同名いないんじゃないかな日本に。あ、有吉で広域になると、広域っていう人会ったことないもん。確かに、そうですね、多分同姓同名いないと思う、はいはい、お、牧野大輔はまあ分からんけど少ないかもな、はい、少ないですね、うん、藤ヶ谷大輔さんとか、そこ、はい、なんかあったんかな、はい、大輔ブームが。確かにちょうど同い年なんですよ。なんかあったんかな、はい、じゃあ確かに辺の世代でもしかしたらそういう大輔さんっていう人がすごい活躍したのかもしれないですね。85年生まれです僕、はい、太鼓さんっていうのはいるけどな、サザエさんな、太鼓さん、太鼓さんはいますけど、はい、太鼓さんはいますけど、そこからなんですかね、僕の大輔って太鼓さん。確かにやってはいたと思います、アニメは。そうだよね、はいはい。ケンタはどっから来たんだろうな。ケンタはどっから来たんだろう。でもケンタ、ケンタケントデリカットかな。違うと思います。多分違うと思います。ケントデリカット。ケンタデリカット。取んないと思いますよ。結構流行ってたからね。まあ多分あの世界丸ごとハウマッチとか。80年代なんで、まあ出てはいたと思いますけど。ユタ？おじいさん。ユタ州出身じゃないですか。うちの。懐かしい。あ、そう。あ、じゃあ違うか。青だったらな。まあ青はかわいいですね。人気ありますよね、青っていう。人気ある。でもこれまあ。どうなんだ、でもそういうことないよな、まあ、ダサいとか嫌だなと思う、いっぱいいるから嫌だなっていうパターンはもうならんか、もうそんなに、うん、ね、そうですね、昔で言うほらもうなんていうの、はい、花子だ太郎だとかないもんね、はい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 、昔に比べてちゃんと名前つけるよね。昔なんか一郎二郎三郎、そうですね、四郎みたいなね、はい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 、ありましたけども。そうですか、な、何がいいですか、もし俺酒井につけるとしたらね、かっこいいやつがいい、どれにしようかな、ラテ、ラテにしようかな、ラテ。犬のランキングの方言ってますよ。一枚先の方の犬の方ですね、5位だし5位だし犬のランキングの5位ラテ、ラテ色味はラテ感ちょっとあるんですけど俺。1位麦、
麦、ココ、モカ、はい、ソラ、ラテ、マロン、モコ、モモ、レオ、はい、チョコだって。そうですね、犬は。そうですね。まあでも確かによく聞くなって。聞きますね。目覚ましテレビの今日のワンコとか見てたら大体この辺のパターン、ね、そうですね。はい。見るな、これ。ニコルの、藤田ニコルちゃんの結婚式昨日あって。はい。行ってきました。まあ、みちょぱの結婚式もちょっと前あって。みちょぱの結婚式で出てニコルの方出ないっていうのも角が立つんで、大丈夫です、強豪そうですね、大丈夫です、どっちもやっぱり行こうかなっていうことで行ってきまして、もうだから結婚式行くことないかなとか思いつつ、吉村でも結婚しない限りはそうですねって感じだけど、みちょぱの時は藤本さんがね、はい、俺が乾杯飲んで断ったから藤本さんにお鉢が回って乾杯飲んで震えながらやってやだろうな。ニコルの結婚式の乾杯飲んでは、タイムマシン3号。うわすげえ。そうなんですか。もう完全なる営業みたいでしたもうぽいです、ね、全然笑えなかった。いやいやいや、そんなこと言わないでくださいよ。いやでもすごい人たちが集まってる中で。そうですね、確かに。すごいわ。主賓は南原さんでした。ああ。いるなんですね。南原さんも、いやちょっと主賓って言うとちょっと緊張しますってめっちゃ噛んでた。南原先生でございます。名前を噛んだんですか。でニコルちゃんほらお父さんいらっしゃらないから、お父さん役で、なんていうの、お色直しで引っ込む時は梅沢富美男さんだった、はいはい、それめっちゃよかった。夢芝居流れて、マジっすか、すごい、すげえいい、あれはめっちゃよかったです。ぐらいですかね。すげえ、すごいな、うん、あとはもう全然、俺もう何にもしない。なんかするんだったら行かないっていうパターンも、ね、いいなそれ、そういう感じでございますけどね。とにかくタイムマシン3号の乾杯の温度はまあまあだった、まあまあだった。そうなんですね。そうなんだ。一旦ブレックスデイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Slay Night Dreamer. なんかニコルの結婚式で余興安村がやってたんですけど、はい、まあ、結婚式っていう、まあ、構造上、うん、いろんな角度から結構見えてるんで、全く履いてます。履いてる、ずっと履いてる状態でしたけど、ずっと履いてる状態でしたけど、やっぱり、あれなんだよね、なんとかウェアリングみたいな、あ、はい、パンツみたいな、はいはいはい、盛り上がりはしないんだけどさ。いや、そうなんですか。だってそれは見えてるから、ね。まあそうか。まあそうですね。だけどさ、いや、安心してください履いてますよ一言言ってくれないんだよ。はあ、そうなんです。あっち外国かぶれ。ああ難しいですよ、それ。もう言ってやっても、なんで言ってくれないんだよ。入ってますよ。いやいや、こっちの方が盛り上がるんですよ。盛り上がってないじゃん、つって。絶対やりたくないです、そんな名前。すごいよ、やったの。山本を言いたいからさ、うん、はい、結婚式とか二次会ってさ、ああいうほら出会いの場にもなるって言うじゃない、独身同士の人は。山本さん独身だから。だからさ、結構ほらみちょぱのとか、あのニコルのお友達のモデルさんとかいるからさ、みちょぱだけどみちょぱ呼んでさ、みちょぱ夫妻呼んでさ、ちょっと悪いんだけどさ、山本のさ、なんか山本こといいかなって思う人誰かいたらちょっと紹介してやってくれよ山本のやつってさ。いい先輩。山本、いくつぐらいの人がいいんだ、若い人がいいんだと、まあって言うからって言ってたら、一番若いのがののかちゃんだった。
あ、そうなんですか。ののかちゃん。ののかちゃんちょっと若すぎるから。でもまんざらじゃなくて顔してた山本。ののかちゃんどうだったら、お前や、そうだっすか。いや、違いますよ、それは。それは違いますよ。山本って謎だよな、でもな。あ、まあ確かに、でも確かにその辺は。なあ、はい、謎です。ニコルと母ちゃん、と友達だからって、うん、なんか結構ニコルの母ちゃんのこと写真バンバン撮ってたけどな。あれ、ママママっつってあれでも、ね、やっぱり若い人がいいっつってたから、はあ、分かんないな、分かんないな、ちょっと謎が多い、謎ですね、確かに。ラジオネームさまよう風犬む上宮崎牧野さん、はい、白菜の芯を油で揚げて、いやもういいですよ、砂糖をまぶせば立派なおやつになると思います。いや、ちょっと待ってくださいよ、うまいんじゃない。本当ですか。甘さ控えめだけど、まあ、砂糖まぶしてるからな、まあ、そうですね、考えたことなかったですね、野菜に砂糖まぶすって。結構鍋でも白菜入れたらちょっと 甘くなるんで、しっかり煮込んだな、はいはいはい、ですけど群馬のダムを第二の安田こと牧野さん、いやいやいや、エリンギを四角にカットして、はい、砂糖蜜や焼肉のタレをつけて食うとガムみたいに長持ちしてうまいですガムみたいに長持ちしてうまいですよって、もっとなんかすごいのかと思ったら、レジェンドもじゃもじゃの先っちょ牧野さんの大輔ですが、はい、マイク・タイソンプロデビューが85年なのでマイク・タイソンから来てんじゃないですか。タイソン、まあ、確かにタイソン、あだ名で言われたことありますね、タイソン、タイソンっていう、そう、はい、出るっていうのはあると思います多分、はい、タイソン、タイソン、タイソン、タイスケでタイソン、あ、名前が似て、はい、外見が似てるってことじゃなくて、外見じゃなくてです、はい、タイスケっていうのでタイソン、タイソンっていう、外見当時は似てたから、いやいやそんなには向かってた、大人のチンプレイ参ります。ラジオのネクストドア FMA、 バイト帰りどうにも腹が減ってコンビニで塩むすびと焼き目指しを買う。バイト帰りどうにも腹が減ってコンビニで塩むすびと焼き目指しを買った俺、家まで我慢できず近くの公園に座って食べていると、マリオとルイージの格好をした男2人が近寄ってきて、コスプレ似合ってるよ、ハッピーハロウィンと飴玉をくれました。自分としては普通に緑のシャツとグレーのズボンを着ていただけなんですが、どうやら地下強制労働のカイジのコスプレをしている違うさ、髪切ろうかなと目指し食ってるからあげるわ。ラジオロンより証拠の大来世 FM 長野、虚婚になりたいそこのあなた、おちんぽヨガで人生変えませんかといういかにも怪しい文言だったが、チンポをでかくしたい俺は即入会。早速チンポを左右に振るメトロノームのポーズ、チンポを掴んで回すヘリコプターのポーズ、路上でチンポを出して男臭く踊る一世不備セピアのポーズ、これらのヨガをしていて俺は重大なことに気がついた。いつものわしのオナニーやないかい。いつもやっていることにお金を払うのはバカバカしいので、消費者センターに連絡したらお金返ってきます。モペット、ね、あの自転車なのかバイクなのかよく分かんないやつ、はい、電気自動車、はい、電気自転車なのかバイクなのか、はい、あれがこ道路交通法が改善されてあのダメになりました。ナンバープレートとかちゃんとつけてないと、はい、今日も日曜日交差点何台かモペット見ました。ナンバープレートをつけてない。あらあら、やばい。わーって言いました。警察に気づかせた。あー言いました。さすがモペット。遠くにも行ってました。なしよね。あの今日マジそこの交差点でさ。うん、ループみたいなのあるじゃん、はいはい、電動のキックボード、はいはい、
あれはまあいいんだろうけどさ、4歳ぐらいの女の子がさ、キックボードでさ、交差点横断歩道じゃないところを渡ってたんだけど、あれダメだよね多分。歩道ですよね、あれ。あれ多分16歳以上とかそんなんじゃなかった？あれいいの？4歳の子の、4歳の子のキックボードは交差点車道走っていいの？いやそんなことはないと思いますけどね。どうなんだろうな。めっちゃ怖かったな見てて。うん、怖いですね。お父さん笑いながら見てんで、ね、自転車で。あ、そうなんだ。俺は良くないですね。なあ、確かに。あれもおいおいおい出た。おい言ってやれよかったな。ラジオネーム高速新海 FM 徳島。ランチ時ってどこの店も混んでるから昼休み中にご飯食べようと思って、昼休み中にご飯を食べようと思ったら、どうしても美味しい店よりも空いてる店選んじゃうよね。ランチで美味しいご飯を食べたいなら俺みたいに無能として振る舞うべき。俺に仕事なんて振られないし、いてもいなくても一緒。いや、むしろいる方が目障りで迷惑かけちゃう。だから10時半からお昼休憩取って30分かけて周辺のお店を散策で、11時開店と同時に入店して一番乗りでうまい飯を食う。その後は腹ごなしに1時まで散歩したり公園で運動して職場に戻る。まあこれだけ充実したお昼休みを過ごして英気を養っても、まあ仕事はないんだけどね。あいたたたたじゃん。静かな対象。ラジオネーム古川。先日17年間着ているパジャマの両肩が破れました。日に日に大きくなる穴とそこから飛び出る白い肩を見て、みちょぱみたいと思った僕はそのパジャマで繁華街に繰り出す。おしゃれは我慢だと言うけれど、僕は17年我慢してようやくみちょぱに追いついたんだなぁと感動しながら、これまで端しか歩けなかったスクランブル交差点の真ん中を堂々と歩く。しかし気づけば交番のパイプ椅子に座っており、30分後母親が迎えに来て、僕より年下の警官に泣きながら何度も頭を下げていました。有吉さん、どうやら僕はみちょぱじゃなかったみたいです。じゃないんだ。違いますよ。以上です。日記、皆さんの日記盗み読み。ラジオネーム黒髪乙女論争 FM 石川。ヤングマガジンが土曜から売っているお店見つけたけど、この話題を共有できる友人はいない。あげられない。今はあるかな。まああるだろうね。あれなんだろうね、結構酒屋さんとかね。はい、そうですね。あんまり 本屋じゃない感じのところで売ってるパターン多かった、ね。はい、ああ今はちょっとなくなってきたよね。でもたまに土曜日とか日曜日にさ、有吉さんやっとあれが捕まりましたねとかさ、うんうん、あのネタバレしてくるやついるよね。そうですね、たまに。うん、嬉しそうに。全然羨ましいと思わないね。早く読みたいと思わない全然。ラジオネーム三平。 FC バルセロナが認めたテーピングというキャッチコピーにつられてテーピングを買ってしまった。俺は怪我をしていないしスポーツもやっていないって。確かにね。酒井ってあれだよね、別に汗もかかないのにあの細い鉢巻き巻いたりするね。バティスツータみたいな。バティスツータ懐かしいけど、いやしないですよ僕。しない？しないです、しないです。普段つけてない。つけてないですよ普段。ミサンガはミサンガもつけてないですよ。クロートジェリー FM 群馬。気を抜くとすぐ料理にごま油を注いでしまう。せっかく出汁を取った。気抜くとかけちゃった。何なのそれ。ラジオの群馬の暖房福島 FM。 今月も電気とガス止まった。いつもだったら慌てていたが、最近商店街に無料の足湯ができたので心に余裕がある。だから俺足湯嫌なんだよ。なんだか足湯って嫌なんだよな。んっていう、うん、なんだかな足はなっていう。ラジオネームチーズ撲滅派福島 FM。 母ちゃんが夕飯に手巻き寿司セットを用意してくれた。
最初はちゃんと海苔に具材と酢飯を乗っけて食べてたが、後半は家族全員が海鮮丼にして食べてた。やっぱり性格って似るんだな。なるほどね、うん、まあ面倒くさくはなるけど、ね、でもうまいよね、手巻き寿司。うまいですね。何ですかねあれ、手巻き寿司やることある。いや、たまにやるんですよ、手巻き寿司。うわスーパーで買ってくるその手巻き寿司用のセットがあって、安いんですよスーパーのやつは。ああそう。でもさ、そういうのってさ1個手間が入ってるから絶対高いはずだよ。絶対やった方が安いと思うけど、まあでも食材いろいろ買うのがめんどくさいか。そうですね、まあ、そうやっぱり意外とでも手頃に、そうです、はい、手に入るんでやりますね僕は、はい、またやれよ絶対頑張っていったんぐらいじゃさあ東京ハンダム JFL スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今日は秋の話ね、秋の話聞いてます、はい、ラジオネーム一匹あり FM さん、公園で松ぼっくりを拾いました。コンビニ袋いっぱいに拾った松ぼっくりを家に持って帰って飾ってます、うん、気持ち悪い一瞬された。なんでそんなことするの、うん、よくないじゃん、うん、自然派の人かな。なんか玄関にいっぱい松ぼっくりとか飾ってあるのって、あれだろう、自宅を使った手芸教室やってる人だけだろ。そうなんだ、ラジオネーム金のマンタ FB はって、この時期になると地元ではリンゴが出荷され始めます。僕は毎年生産者も出荷数も少なく、希少な品種高徳という果肉の7割が蜜で、まるで熟したパイナップルのような味がするリンゴを買うのが恒例です。今では子供たちもこのリンゴ以外食べなくなりました。いやだね甘いですね。なんか俺リンゴ好きなんだけどさ、はい、アップルパイのリンゴになっちゃうと俺苦手なのよ、甘すぎて、あしんなりしちゃって、はい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 、だからこう蜜がたっぷりって言われちゃうと引いちゃうよ俺うまそうっすけどね、高徳。あそう、はい、確かに甘い食べてみたいですね、はあ、ちょっとね。あそう、はい、リンゴなんて火通したらめっちゃ甘くなるじゃん。いやそうですけど、シャリシャリも欲しい。シャリシャリ欲しい。いやそれが醍醐味ですもんねリンゴ、うん、リンゴ剥かないだろ酒井なんて、母ちゃんに剥いてもらってるだけだろ。まあ確か剥いた、いや剥いてる、いや剥けるでしょリンゴは。あのわーってつながって、あカツラむきみたいな、なんか あれはできないかもしれないですけど、どうやって一個一個切って、あ切ってから、はい、分割してから、分割してからだったらいけますよ。そうするとやっぱりリンゴに触れてる時間が長いじゃん気持ちいいじゃんそっかそうか、確かに誰かに出すわけじゃないからとりあえずは状況分かんない、誰かに出せよお母さんに食べさせてやれよ、ね、お前、はい、散々向いてもらってきたんだからルスデン栃木、昔おばあちゃん家で採れた柿を干し柿にして出してくれてましたと。甘くて美味しかったので干し柿美味しいねとおばあちゃんに伝えたら、翌年から大量の干し柿届くになりました。今でも干し柿は好きな食べ物の一つです苦手になったパターンかと思確かに確かにそうですね、ちゃんと大丈夫だ、好きなんですね。俺も干し柿とかおふくろとかよく作ってたな、なんか、もう親父とかがさ、もうそういう手間も考えずにどっかからいっぱい拾ってくんだよな親父なんてな。俺も子供の頃つくしとかさ、もう遠慮なく持って帰って家に持って帰ってさ、おふくろなんてもう嫌だっただろうなと思ってさ佃煮にしたりさ、そうです、ね、干し柿にしたりさ、面倒くさかっただろうな、多分大半捨ててたんじゃないかな大体ダメだな男はね。ラジオにカレーラーメンジャム、あでもやれよかったらお前にな、お前にもな干し柿いやいや送ってやれよかったな当時
ありがたいですけどね、もういただけるのなら何でも。牧野の実家に書き送って。めちゃめちゃ困ってるってわけではないんですけどね、本当に貧乏、めちゃめちゃ貧乏みたいな曲。はい、こっちの件と、はい、喜んで。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. あなたの銀玉いじり倒して、トントンツー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 。そういう歌ではないですけどね。あなたの銀玉いじり倒して、トントンツー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 。違いますけどね。はい、そういう歌ではないですけど。そういう聞こえてたんですね。違う、違いました、違いました、はい、違います、全然違います。東京ゾーンスタジオ有吉弘行とアルコ&ピース酒井とグリーンピース牧野がお送りしております。メールラジオネーム少年 SF 長野、あ、横浜ベイスターズ26年ぶり日本一達成。すげえ。僕はホークスファンなんですが、なぜベイスターズが今季3位だったのか不思議でなりませんっていう、調子上げてただろうね、後半からね。広島なんて9月5勝20敗です。5勝20敗やばい、記録的、記録的、記録的。おお、まあしょうがないね。そうですね、まあこれまあしょうがないね、今そういうルールですね、ベースだと。もう盛り上がっただろうね、うん、そうですね、まあホークス強すぎたからね、一回まあこういうのもあっていいかもしれません、ね、うん、26年ぶりベースターズ大魔神の頃、そうっす、98年、あ、マジ、あれっすよ、マシンガン打線、そうっす、浜の、浜のマシンガン打線ですよ、あれ以来、あれ以来、あの時強かったもんな、あの時強かったですね。なんかそういう言い方なかったっけ、マシン、マ、違う、あれはマリンガンか、マリンガン打線っていうのがあったね、マリンズの、はいはいはい、マシンガン、そうなんだ、すげえ、すごいね、うん、ラジオネーム黙るもぐら、福島 FM、 牧野さん、はい、白菜のシーンを、白菜のシーンはもういいですよ、近く切って、いやちょっとピーマンの種を上にまぶして、はい、焦がした砂糖をかけて食べると、はい、フロランタンみたいで美味しい。それフロランタンがピンとこないな、ピンとこないです僕。でも嫌ですよ、嫌、嫌ですよ、まあそういう感じ、なるほど、まあ参考に参考にか。奥さんに作らせるんですか、それ。作らせるっていうのは失礼だな、それ今時じゃないね。よくないですね、今のは、今のはちょっと失言、炎上してますけど。本当ですか、今頃炎上してる。本当ですか、本時さんのポルシェの次に、本当です、あとパンクブーブーの次に、あ、パンクブーブーさん、マキの奥さんに料理を作らせる発言、申し訳ございません、気をつけます、手巻き寿司もやっぱりあれいいんじゃない、手巻き寿司、白菜のシーンを手巻き寿司に入れるんですか、それはちょっと野菜寿司とかあるからね、京都とかああいうのあるじゃないですか、そうなんですね、ありますね、へえ、あ、そういいかもよ、あ、本当ですか、白菜のシーンはな、人も喜ぶと思うけどな、本当ですかね、白菜のシーン。続いては放送作家新コーナー、事情に詳しい放送作家が語るというフレーズで数多く出回る芸能記事、番組では特別に事情通の放送作家たちから情報を提供してもらっております。ちなみに「ジュン」のコーナーは人知れず終わります。終わっちゃったんすね、送ってこないでください。ラジオネーム三平、泣いている赤ちゃんに反町隆史の「ポイズン」を聞かせると泣き止むという話は有名ですが、80歳以上の老人に「市原隼人のブログを読ませると必ず寝てしまうという話もあります。これまでに市原さんが書いてきた全く意味がわからない長文のブログをまとめて睡眠導入本として売り出す可能性もあるそうです。これで言ってたんだろうね、放送作家が。ラジオのちゃんこと FM 栃木、俳優国村淳さんですが自宅にあるサンドバッグを殴りながらお酒を飲んでいるそうです。以前演じたシーンで快感に目覚め、撮影終了後にはサンドバッグを買い取り、それ以降夜な夜な素手で殴っています。ありそうですね。ラジオネームネクストドア FMA、 デビュー60周年を迎えて今も圧倒的な歌唱力で我々を魅了する布施明、その歌声の秘密とは、
古株の放送作家 N 氏によるとそのバイタリティをキープするため、なんと伏せは毎朝マムシの干物を1本丸々食べているんだとか、秩父の山奥には特に元気のいい伏せ専用のマムシを取る職人通称伏せ番もいるとかいないとか、にわかには信じがたい話だが、御年76とは思えない声量が何よりの証拠となりそうマックでいいな雑誌作ろうかなラジオネームクロートチェリー FM 群馬。近隣住民によると佐藤二郎さんは自転車に乗っている間ずっと立ちこぎらしいです何ですかそれぽいな本当なんじゃない、いや本当じゃないでしょ、言われたことない、こういうのなんか放送作家が語るみたいなんであんまりない、あないないない全然ないです、ない僕は、はい、どうなんだ、うん、もうめちゃくちゃなのあるよな、 ありますね、うん、確かに自分が言われてると、あこの人たちは嘘ついてんだなっていうことがよくわかる、あラジオネームどうしてんのかな、俺のことをもう堂々と盗撮 してきた人マンションの坂上がって、はいはい、おじいさん、はい、もう女子高生でも撮ってんのかなこのおじいさんはと思ったら、俺のこと俺の方カメラ向いてる時聞いてさおじいさんだったなめっちゃ背中巻かったおじいさん、切なくなったよ、切ないですね、確かにそこまでいくと、うん、ラジオのマイルズギャレット FM 岩手。先日都内の某コンビニにある ATM の前で武田鉄矢さんが店員を呼びつけて使い方を説明させていました手の指が乾燥しているのでタッチパネルを押せておらず、店員にこのキャッシュディスペンサー壊れてるよ的外れのクレームを入れてました、放送作家っていうかこれ普通に目撃の店員、ね、店員の人が目撃じゃんね、ラジオネーム三平。2年連続紅白司会が決まった絶好調の有吉さんですが、実は6人兄弟の長男であることが判明したんですよ。次男が花屋であることはよく知られているんですが、三男は地上げ屋、四男はダフ屋、五男は当たり屋、六男は殺し屋です悪い兄弟たちに足を引っ張られなければいいのですがこれだけいたら怖いもんないだろう確かに確かに確かに警察ももう年入れるだろう当たり屋と殺し屋ですごいな、ラジオネームネクストドア FM、商店メンバーと親交の深い放送作家からの山田隆夫は商店の座布団をハワイアンキルトに変えようと目論むキャシー中島の殴り込みに備えてボクシングを習得、見事にキャシーを返り討ちにしたそうですキャシーさんが座布団を作ってるの方がいいだろうな、あ身が生々しいよねやっぱね、ラジオの群馬の玉福島 FM。 車工場の見学ツアーに参加したんですが、ブレーキ性能を確かめるテストとして武田鉄矢が働いていましたトラックの前にいきなり飛び出して僕は死にませんと何回もやっていました。3回に1回ぐらいはブレーキが効かず吹っ飛ばされてました。何食わぬ顔で立ち上がるので車よりは頑丈なんだなと思いましたちょっともうちょっとなんか生々しい方がいいですねまだ初回なんでね、そうですね、そう作家ってそういうもんですからラジオに論より証拠の大ライス。タレントのジョイさん、ああ見えてスポーツ新聞は電子じゃなくて紙派です知らないっすよ楽屋でエロいページを見てるとき誰か来たらめちゃめちゃ素早く隠してます読み終わった新聞は捨てずに折ってゴミ箱を作るんですこのラジオの後、あと東京だけかな、俺ゲーム番組やってるんだけど、はい、テレ東で、はい、そのゲーム番組の前に政府広報みたいな番組で、うん、海藤愛子さんだっけ、はいはい、海藤愛子さんとジョイがそのなんか政府広報の番組やってて、なんでジョイなんだろうっていうさ確かに、いやそれは
今後気をつけないといけませんね。自転車の罰則が厳しくなるんですね。それはますます注意しましょう。なんでジョイがこの役やってんの。確かにね。へえ。なんかチャラくやってたりさ、なんか普通なるんだけど、なんかめっちゃ執事みたいな。いろいろやってる。そうですね。本当。以上です。Slay Night Dreamer Live on air.Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Slay Night Dreamer.メールをラジオネームちゃんこうて FM 栃木。落合さん。落合さん。落合さんじゃないよな。僕落合さんじゃないです。マキの。僕マキです。間違えてるわ。もうそっから間違えてる。あら、ちょっと勘弁してください。間違えないでください。牧野です僕。牧野。でも書いてあるちゃんこうて落合さん。いや牧野です僕。落合さんなんじゃない。まあ、読んでみようよ。あ、はいはいはい、お願いします。落合さん。違いますけど。いや落合さん。あ、すいません。あ、すいません。はい。落合さん。人参の皮をちょっと待ってください。僕にじゃないですか。砂糖みりんで煮詰めたら、いやいや名前間違えてますから。和風人参ジャムができると思います。ちょっと待って、落合好きなんかな。いやここにいない落合に、ここにいない落合君に言ってるんですか。これ落合にか。これ落合に直接言ってくださいよ。ここじゃなくて。じゃあ、ラジオネームオーラ FM 栃木。私は神社巡りが趣味で、銀杏の実が潰れた匂いがとても嫌いで、神社に臭い鼻をつまんで参拝。銀杏の実を食べることは好きなんですが、匂いはやっぱり強烈なものがありますっていう、もうマジでもう一般すぎるメールです、ね、マジでヘドが出るぐらい、逆に本当にこっちが鼻つまみたくなるような内容の、すごいわ。マジこのシーズンの銀杏が臭いなんてさ、マジ言っちゃいけないだろう。どうやってくぐり抜けてここまで来たんですか。すいません。勘もありますよ、いろいろ。そうですね。俺のサブスクじゃないんだから。有吉さん、銀杏の匂いがきついです。うんこみたいです。死因だよ。そうなんですね、うん、今日も川柳募集してますから、うんこ臭いカレーのにかかったうんこだよとかさ、めっちゃ面白いね。どうしたのっていうんですけど、それどうでもいいんですけどね。最後ですね、アルコ&ピース酒井さんがアシスタント担当の時だけの期間限定企画です。また続いてますんで、2ヶ月連続出たがり酒井さん。アルコ&ピース酒井健太さんの奥様はとても出たがりです。出たがりじゃない。全然タレントだから。ラジオネーム内閣低めゴリラ FM 栃木。ジョーカー2を初日に見に行ったところ、街頭インタビューを受けるために映画館付近をうろうろしている白塗りの Y を見つけました。俺が、あっちでテレビのインタビューやってると叫ぶと、 Y が走っていきましたが、その方向にはイノシシ用の罠が仕掛けてあったので、白塗りの Y の捕獲に成功しました。秋になると野生の Y が増えますので、皆さんもお困りの際はご用命ください。ラジオさまよう風犬も FM 宮崎。先日歌舞伎の公演を見に行きました。元海老蔵こと十三代市川團十郎、堀越勸玄君こと八代目市川新之助が出演する中、コソ泥役で酒井シャバ蔵という聞いたこともない役者さんが出ていました。團十郎や新之助が見栄を切ると、大向こうさんと呼ばれる常連さんが成田屋と掛け声をかけて舞台を盛り上げるのですが、単なる平場で見せ場もない酒井シャバ蔵が出てくると、よっアルコやと何度も大声で叫ぶ矢端が本当に邪魔でした。お前も邪魔だろ。お前も出てんじゃねえか。出てないですよ。なんだ酒井シャバ蔵。シャバ蔵で出れるわけないでしょ。ラジオネームチェーンギャング5。深夜3時、完全に熟睡している僕でしたが、ノックをする音で目が覚めてしまいました。こんばんは、隣の矢端です。
肉じゃが作りすぎちゃったんでよかったら食べてください。マジかよ、明日も朝早いのに起こすんじゃねえよ。しかもなんで深夜に肉じゃがなんだよ。ねえねえ、せっかく作ったんだから一口食べて感想を聞きたいな。聞きたい聞きたい聞きたいな。うるせえな。ああ、わかりましたよ。はい、食べればいいんでしょ。食べればピー。おい、3番と4番さっきから何喋ってんだ。また懲罰房に入りたいのか。やろう。どんな逆境でも、どんなに辛い状況でも前に出る矢端さん。いや、3番に脱ぶ。ひどいよ、3番。これはひどい。しょうがないじゃん。しょうがないですよ。ラジオネーム、ジョンより証拠の大ライス FM 長野。微生物の研究で顕微鏡を覗いていたらやつがいました。やつは他の微生物を食い散らかし、最後の一体になるとこちらに向かってダブルピースをしてきました。あまりの恐怖に体が震えました。勇気を振り絞り、震える手で液体窒素をぶっかけ処分に成功。僕はやつをキラー D 細胞かっこ出たがり菌と名付けることにしました。出たがり菌は生物学の黒歴史です。ラジオネーム、野生の豚骨ラーメン FM 佐賀。私には長年付き合っている女性がおり、彼女はよくフラッシュモブの動画を見ていたため、彼女にフラッシュモブでプロポーズをすることにしました。友人たちにお願いをし、練習を重ね迎えた本番当日、事前に許可をもらったカフェに行き、急に店内で音楽を流して客を装ってスタンバイしていた友人たちが踊り出すというフラッシュモブを行ったんですが、店内にヤツがいたことを見落としていました。最初は突然の出来事にヤツは、え、何これ、ドッキリ、え、モニタリング水曜日のダウンタウン、邪魔邪魔と戸惑った様子を見せていたんですが、これはフラッシュモブだと気づいた途端、急に立ち上がり我々のダンスの輪の中に入ってきて、私は元地方アイドルですみたいな顔でヘコヘコと変な踊りを踊り出しました。こちらも途中でやめるわけにはいかないので、やつを無視して彼女にプロポーズをしたのですが、やつは急に、さあ彼女さんの返事はなどと視界しゃぶって仕切り出し、全てをぶち壊されました。皆さん、フラッシュモブをする際は近くにフラッシュモブクラッシャーこと矢端がいないか注意してください。かわいそうだろ、いつ。以上です。Slay Night Dreamer Live on Air。 さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、お別れの時間に近づいてまいりました。そういや、酒井と、うん、牧野は営業で一緒になったりすることあるの？ない？最近はないですけど、前はありましたね。昔はあった、はい、ありました、ありました。そうなんだ、はい、どういう、え、2組とかもうあったと思う。お正月行ったってね、はい、まあ、アイデンさんとかも絡んで、はいはい、太田プロだけとかだけとかもある。へえ、そうなんだ。あ、ラジオの一匹あり FM さん、僕は RP の営業見に行ったことあります、うん、ネタ以外の部分が昔見たデンジャラスと同じで、太田プロは営業ネタこれって決めてるのかと思ったことがあります。え、ね、こういうのってでも伝統みたいなのあるんだよね。あ、まあまあ、ね、そうですね。みなちょうさんがこうだったとかね、はいはい、あれ、はいはい、なんとかさんはこういうのやってて受けて定番だとかあるんだよね、そういうのってね。営業は結構そういうの多いですね。あ、はい、それは手を抜いてる抜いてないとかじゃないんだよね。全然違います、はい、それが受けるんだよね。そうですね、客いじったりとか、あ、そうそうそう、お客さんいじるのもあったりとかね。場所によっちゃでも客いじりされてすごい盛り上がってさ、うわ一生懸命やってくれたわってお客さんもいればさ、はい、わ何客いじりなんてやるんだ、ネタやってよみたいなパターンもあるから、これ難しいところだよ ね、 しいですね、それってね、はい、非常に確かに。あ、ラジオネーム失恋したら絨毯洗い福島 FM。
僕も有吉の前の番組クリック日本、あクリック日本だにジョイさんがずっと真面目なふりをしてなぜ出てるんだろうと疑問に思っていました。ジョイは本当に分かって番組やってるのかずっと疑問です。いや分かってるだろ。ラジオのシグ FM 栃木、ジョイさんは2020年まで秋元さやかさんと東京 FM で政府広報のラジオ番組やってました。ジョイさんは我々が知らないだけで日本の最重要人物なのかもしれません。なんかそっからなんかつながりがあるんだな、多分な、ね、まあ、ちゃんと真面目にやってくれるしお願いしようっていう、多分そういうのがあるんじゃない。すげえ、そうなんだ。なんかそまあでも結構ワイドショーとか出て普通やったりしてるもんな。そうですね、確かに。そう、ああいうイメージじゃないんだな、俺らが古いだけだろ。ああそうですね、もうコメンテーターみたいなのやったし、そうだよな、俺らよりよっぽどちゃんとしてるジョイとユージと確かにそうですね、ジョイとユージがまだ2人で2人組でさチャラチャラしてると思ってんの時代止まってるし何年も前そうですね、何年も前ですね何年前のあれいやそれやってても不思議じゃないわな、確かに。あただジョイだからねJOY だから、まあそういうような感じですけども、まあだから今月は酒井君と、はい、市川、はい、パントさん、はい、お願いします、ね。野菜の美味しい食べ方、野菜の美味しい食べ方、皆さん、皆さんありがとうございました。お相手有吉弘行、アルコ&ピース酒井と、グリーンピース牧野でした。また来週お会いしましょう。さよなら。